で、どういう風にボール持ってるか分かんない状況でも、その手の感覚で。分かります。あ、そういう風に。はい。おー。で、それに合わせて、シューターの下山選手に、ってなると、ちょっと見せてください。こっち見せてください。これ一番打ちやすい持ち方になると。取りやすいとこ、こうやってじゃないですか。そうですね。ちゃんと指がかかる。